沖縄で暮らしているちょっと変わった家族の Vlog です。おじいさんなんだけどお父さん、塩パパ、そして隠れた大黒柱、20度を切ったら冬と思っている塩ママ、そして最後は我が家のアイドル、ナイチャーとうちのアンチのハーフ、しおり。実はちょっとビビリです。これからお届けする3人の Vlog はごくごく普通の沖縄の暮らし、そんな家族の様子を楽しんでいただけたら幸いです。それではお付き合いください。どうぞ。しおりんちのおいしい休日。はい、さい、しおりんちのパパです。今回もしおりんちの地元大宜味村をちょっと紹介したいと思います。今回もね、しおりが出演しない分、パパとママでしか行けない場所行ってみたいと思います。今回もね、観光案内ではなかなか行くことがないと思います。それではどうぞ。どうなんだろう、渡れるのかな。なあ、ちょっと名前忘れたけど、ここの大宜味にある天の橋立てみたいな。すごい。あ、すごいね。あ、行けるね。行こう行こう。すごい。あ、ちょうど太陽もできたし。あ、こんなのなってるんだ。すごいね。ここ観光スポットなの？あ、この橋？橋だって、大宜味村の浜の遠いじゃん。ねえ、これなんていう亀だっけ。亀じゃねえや、分かんないけど。足場悪いから。普段はね、現れないところに道が現れる面白い海岸です。冷たい。あんなとこに洞窟がある。冷たい。あ、いけるね。深いな。どこまでいける？あ、本当。いける。あ、いけそうだね。このね、赤い矢印の線上が干上がる場所です。どうにかギリギリ股の下まで濡れる前に上がれましたね。よかったよかった。いや、なんてなんて、キモい。どこからをスタートにするかによりますけども、だいたいね、200メートルから300メートルは直線が続いています。ないかな。そしてね、イノオって言われる潮だまりにはね、意外と危ない生き物もいるので気をつけて歩きましょう。歩く人ってほとんどいないのかな。でもね、たまに小さいタコとかいますよ。ここにいるね。うん、ね。ちょっと破壊が。
うん、大丈夫。道来てる。道来てる。1時間ぐらいの道引きでね、泳がなきゃいけない羽目になるんで、慎重に進みたいと思います。なんか面白いね。なんかちっちゃい沖縄の岬を上から見てる感じする。巨人になったな感じするね。うわー、すごい落としてる。満ちてきたので、満ちてきたね。戻ります、ね、これ以上中にいたら帰れなくなります。ドロー。これがね、昔の津波小学校。津波、津波って書いて津波なんでね、これね。今なんかエビの養殖施設になってます。ちょうどね、今渡ってきた方向、向こうの方にね、大宜味の道の駅があります。そしてね、その海岸線沿いに、週末キャンプに来てる人結構たくさんいますよ。何みたい？ウユニみたいになるのかなと。ウユニ塩湖みたいに。さすがに白じゃないとな。あ、できたかもしれないな。光ってたしな。夕日気味じゃないといけないんじゃない？めっちゃ硬い。あ、取れそう。おお、生きてる生きてる。あ、本当だ、生きてるね。え、卵。あ、いや、卵もすごい。すごい強い強い強い。あ、ボケてんのかなこれ。どうなんだろう。頑張れ。この場所はね、58号線沿いは58号線沿いなんですけども、ちょっと外れた場所にあるんで意外と見つけにくいかもしれません。この辺りもね、人工砂を入れて、浜を作れみたいなリゾート開発のお話が出てるそうです。どんどん進もうとしてるリゾート開発の話とかもね、おいおいしていきたいと思います。綺麗だったね。
そして次はヘントナ高校前の海岸で海の中の山登りに挑戦します。どういうこと？わあ、めっちゃいいじゃん。あ、いいんじゃないこれ。いるんじゃない？え？いいんじゃん。いるの？違う。行ってみよう。今日は今からだるま小僧を探しに来ました。いるのかな。いや、わかんない。だるま小僧探しましょう。猛毒の魚。はい、行ってらっしゃい。行きます。あ、いるよこれは。いる？あ、いいね。あ、綺麗だ。おっ、我が家のご近所さんとかね、ヘントナ高校の先生にここの浜にね、ダルマオコゼが生息しているって教えてもらったんですよ。美ら海水族館には展示してありますけど、僕たち見たことないんですよね。あそこに行きたいな。あの岩登りたい ね。登れるのかな。本当だよ。危ない、これ。ちょっと待って、あれ、これあれじゃない？あ、これドックだ。あ、これだ。やべ、やばい。あるある、ここもいっぱいあるじゃん、これ。毒サンゴ、大量です、ここ。毒サンゴの可能性あるから気をつけてね。あれ、俺。可愛い人で発見。何人ですか？お。あれ？うん。じゃん、ヘロヘロなってるけど。あ、本当だ。めっちゃいいじゃん。俺足短っ。ママがね、目的の大きい岩に着いた時、まずその岩の近くの小さい岩で様子を見ます。これね、ママ普通にビーチサンダルで登ってますけど、しかもめちゃめちゃ速いスピードで、やばいっすよこの人。まずね、綺麗な前に怖いし危ないし、どうかしてるぜっていう感じです。かっこいい。絶対より全然いい。頑張れ。怖い、パパ俺にいるの。もう腰引けてるし。ああすごい。一応言っときますけど、ここまで普通に登ってくるママが異常ですからね。いや、でもそれにしてもね、ここから上の景色
めちゃめちゃ綺麗です。めちゃめちゃ海も広いしね、期待ですね。これから夏に向けてね、どんどんこういう綺麗な場所見つけていけると思うんですよ。行ってみたいですね。いやいや、普通は怖いです。塩は怖くない。いや、塩言ってないし。どこがいいぞ、ね、パパ先降りる？リカから降りる？パパ腰が引けた。なんかいいよ。じゃん、おただいまー。ただいま。どうだった、おこぜは。おこぜいなかったけど、やっぱりね、島に登ったよ。さあ、ヒューがいたら来れなかったからね。ね、よかったね。あの島これすごいね。で、上から登るとあんな怖い、怖いっていうか怖いね。楽しかった。ここはね、みんな大好きネロメ海岸です。ネロメ海岸はね、ウミガメの産卵が行われる海岸なんで、なるべく優しく静かに扱いましょう。あとね、この海岸の山の上、シークワーサーの里です。
セロラヨーグルトでしょ。普通のだし。それが一番おいしいだよね。今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。